日本が次期戦闘機開発でイギリスとイタリアとの共同開発中ですが、取り沙汰されていたようにサウジアラビアが GCAP に熱視線を注いでいるという情報があります。今回は F-35 戦闘機を超える戦闘機開発にサウジアラビア参戦で赤信号点灯かについて見ていきます。やっぱりオイルマネーが欲しいイギリス、何でもありでしょうか。現在航空自衛隊が運用している F2 戦闘機の後継機種として開発が進められている次期戦闘機ですが、イギリス及びイタリアとの共同開発によるグローバル戦闘機プログラム GCAP が立ち上げられ、推進させるための参加国政府機関としてグローバル戦闘航空プログラム政府間機関 JIGO が設立されることになりました。2023年12月14日に参加国が署名したそうです。この JIGO の設立条約は2024年5月衆議院で可決されていましたが、6月5日の参議院本会議でも与党多数ですからあっさり可決されました。これによって日本の次期戦闘機開発が次の段階へ進められることになったのです。次期戦闘機については当初これまでのように空自にはアメリカ製戦闘機を導入するか、 F2 戦闘機のようにアメリカ製戦闘機を土台に開発された戦闘機を運用してきましたが、そのせいで日本の国情に合わせた自由な改修もできず、アメリカの戦闘機メーカーに高額な改修費用を支払わなければならないという問題が生じていました。この苦い歴史があったので、次期戦闘機は15から30年後における将来の航空優勢に必要な能力に次世代技術も適用できるゆとりある拡張生産自国における改修の自由度が高い、4国内企業が関与できる5開発及び取得のコストが安いなどの観点で検討が進められたのです。そして2018年12月18日内閣閣議で新たな防衛計画大綱と中期防衛力整備計画が決定された際、中期防において F2 戦闘機の後継機については将来のネットワーク化した戦闘の中核となる役割を果たせる戦闘機を取得するとした上で、そのために必要な研究を推進すると同時に国際協力を視野に我が国主導の開発に早期に着手すると明記されました。海外の既存戦闘機を導入する案は技術上及び価格上でのデメリットが多いと見られたため、国際協力の可能性を含ませた上で国内企業が主導して開発を進めるという方針になったのです。2020年10月、当時の岸防衛省が三菱重工業を開発したいとして正式に契約を結んだことを明らかにし、他に三菱電機、IHI、川崎重工業、スバル、東芝、富士通、日本電機、NEC の7社が次期戦闘機開発計画に参画することを発表しました。そして、開発センターが愛知県豊山町の三菱重工業小牧南工場内に開設されることに決定したのです。同時に、海外における協力企業の選定も進められ、技術提携先として、アメリカのロッキード・マーティンとボーイング、及びイギリスの BAE システムズの3社が候補とされました。当初は、これまで航空自衛隊で運用してきた数々の戦闘機や、F-22 ラプターや F-35 ライトニング2など第5世代ステルス戦闘機を開発、製造したロッキード・マーティンが有力視されていましたが、かつて、F-2 戦闘機開発で、F-16 ファイティング・ファルコンを土台にするようにアメリカ側から強要された結果、中核的技術情報をブラックボックス化されたため、自由に事情に合わせた改修ができなくなった過去がありました。次期戦闘機でも、同様の状況に陥る危険性を指摘する声が上がっていたのです。また、アメリカ軍は、F-22 や F-35 などの後継となる戦闘機開発について、有人機の開発を進めることに懐疑的で、ロッキード・マーティンが、日本との技術提携に乗り気ではないこと、アメリカ側の戦闘機に対する要望が、日本の次期戦闘機開発計画とは方向性が異なるので関連性が低く、連携による開発が期待できないなど問題視されるが項目が多く、政府と防衛省はそれまでの方針を転換し、イギリスの BAE システムズを海外の開発支援企業とすると2022年5月公表しました。
イギリスは、現在運用しているユーロファイタータイフーンの後継機となる第6世代ステルス戦闘機テンペストの開発を、日本と同じタイミングで、イタリアなどと共同で進めています。さらに、イギリスとは、レーダーやミサイルなどで共同開発が進められていたことが決め手になったのでした。2022年12月9日、日本、イギリス、イタリアの各政府から GCAP の立ち上げが発表され、日本が進めてきた次期戦闘機開発計画とイギリスとイタリアが進行させていた BAE システムズテンペスト開発計画が統合され、3カ国共通の戦闘機を共同開発し配備する計画であると発表されたのです。GCAP に参画する各国の企業を紹介します。日本は、三菱重工が主契約者となり機体を担当。エンジンは、IHI、三菱電機が電子機器を担当するそうです。イギリスは、機体は BAE システムズ、エンジンは、ロールス・ロイス、ミサイル開発を、MBDA、電子機器は、イタリア企業のレオナルド SPA のイギリス法人が担当することになりました。イタリアは、レオナルド SPA とアビオエアロが開発に参加します。2023年12月14日、日本、イギリス、イタリア各政府は、GCAP の推進、管理を行うための国際機関として、JA、以後、グローバル戦闘航空プログラム政府間機関設立の条約に署名したのです。イギリスとイタリアは、この GCAP について完成した戦闘機の製造機数を増やしてコストを下げるために輸出を積極的に行いたい意向があるようです。イタリアのレオナルド SPA のロベルト・チンゴラーニ CEO などは将来的に開発計画に参加する国が増える可能性を排除すべきでないと述べていますから GCAP の参加国が拡大する可能性を示しているようです。それに関連してイギリスのフィナンシャルタイムズ紙の2023年8月11日付の記事では、中東のサウジアラビアが GCAP に参加を希望しているという報道があったため、各方面に波紋が広がっているようです。サウジアラビア空軍は、ユーロファイタータイフーンを導入して運用しています。その際、同機を国内で組み立てる要望をしたという経緯がありますし、イギリスやイタリアとは、軍事面以外においても結びつきが強いとされているので、オイルダラーという強大な経済力を持つサウジアラビアが正式に参画希望を表明すれば、間違いなく賛成すると見られているのです。GCAP で開発される次期戦闘機の1機あたりのコストは様々な見方が出ていますが、次期戦闘機を含めた第6世代戦闘機では200億円を超えるという見方が大勢です。庶民とすれば、とんでもない金額に感じるのですが、近年の戦闘機価格は、第5世代ステルス戦闘機 F-35 でも200億円近い金額です。無人機との連携など第5世代戦闘機にはない機能を追加し、より高性能な次期戦闘機は、200億円をはるかに超える金額と想定されているため、GCAP への参加国を増やして製造機数を増加させることでコストダウンを図る意図があるのでしょう。しかし、イギリスやイタリアと違い、防衛装備移転三原則により、戦闘機の輸出が制限される日本は、GCAP の参加国が増えることについては、さほど積極的には出られないのですね、政府関係者がやきもきしても。そこで、日本政府は、お得意の抜け道を思いつきました。2024年3月26日、次期戦闘機輸出について、自民、公明両党の合意に基づき、歯止めを設けた上で、第三国への輸出を容認する方針を決定したのです。歯止めの内容は、輸出を容認する対象が次期戦闘機のみで、輸出先は、日本が、防衛装備品の輸出などに関する協定を結んでいる国に限るとしています。さらに、戦争や紛争など戦闘が行われている当事国には輸出しないとしています。日本は、2024年3月時点で、サウジアラビアとは、防衛装備品の輸出協定を結んではいませんが、協力という合意は得られているので、協定を結ぶことに支障はないとしています。しかし、そのサウジアラビアは、イスラム教シーア派などへ武力行使を実施しているのは事実ですし、紛争当事国とみなされる可能性も高いのです。イギリスやイタリアがサウジアラビアへ輸出することは、容認できても、
GCAP への参加を認めるのは難しいだろうと推測されているようです。